つも発見動画チャンネルの吉田勉です。今日は秋葉原にやってきてます。秋葉原でこの全国の商店街の交流フェアというものが開催をされまして、こちらに今日はやってきております。全国のこの人気がいい非常に繁盛している、やっぱそういう、あるいはこうした取り組みをやっていこうという形のところの商店街 この交流のフェアでして、このブースト、展示ブースト、あるいは講演等が予定をされております。私はこの前日の日程に参加する予定にしておりまして、今日自分が気になっている皆さん方と交流をしたり、あるいはいろんな考えを聞いてみたいと思います。その大半のところは自分自身がまだ1回も訪ねたことがないような地域でして、コロナ禍のブースは今非常に大勢の皆さんたちが集まっているところです。それぞれのブースにはいろんな見学者の皆さんが訪れてますので、私もこの後この中のブースを訪れまして、いろんなお話をしてみたいと思っております。このそして自分の町田がより発展しますよう、もちろん町田は全国の中では非常に活性化した地域ですが、この活性化がより本物となっていきますように、また身近なところでも、私が住んでますこの鳴瀬駅の周辺、そちらは全体としてはだんだんとこの稲びた形になりかかっているところです。本当にこの商店街が元気になるように、そして元気だけではなくて本当にこの事業として成立するように、要するに儲けがあるということが本来のこの商店街のあり方だろうというふうに思っているところです。今日は勉強させていただきます。今日はこの秋葉スクエアで開催をされています。ご覧の通りこの今会場の外からですが、大勢の人が来ております。今私も入場券をつけておりますので、この後入っていきます。